沼さんへプロシーファームで今ジャガイモをですね、種ジャガを植えたところですね。普通まあからジャガイモを少し溝を掘ってですね、そこに種ジャガを置くっていう形で植えていくのが多いと思うんですけれども、こういうふうにそのここの今こう手がある位置、この辺がちょっとこう地面で、そこから少しこう溝を掘るんじゃなくて、逆にその溝を掘った時に出た土をこう盛り上げて、その上にジャガイモを置く形になってってます。でこのジャガイモを植えたところの周りに溝を掘って、その土をこのジャガイモの上にかけていくっていうような感じで、こう水はけを良くするための溝掘りと、ジャガイモのうね立てをこう同時に進めちゃおうっていうのが今日の趣旨ですね。でまあそっち側のこう3列が男爵で、で真ん中にしてるとちょっと里芋用に開けてるんですけど、そっち側の芝川寄りの方の3列がメークイーンですね。